ギャルピーズ。どうも、ワーフ家族のひっぺとソータです。あと、ランセウンくんです。セキラウンね、はい、はい、今日はみんなで何をしに来たんですか？どうしても思ったところなんかいらんなぁ、工作イエーイ。はい、グダグダですけど、あの車がいたら行きましょうか。今日はうだつの町、美濃市で和紙の手作り体験します。それでは行きます。こんにちは、お願いします。かわいい。てか、招き猫めっちゃ可愛くない？これも作ったの和紙で？え、和紙で作ってあるんじゃない？本当よろしくお願いします。みんなこの中から選んでください。カンタも選んで。こちらですね、起き上がりこもしがね、17種類ありますね。どうぞ、ゆっくり選んでください。ワンハム家族。キッちゃんは柴犬ですね。あった。本当や。かわいい。はい、これを使って作ります。イエーイ。はい、開けます。開けて。開けました。こんなんとこんなんが入ってました。はい、顔と。あ、すげえ。あー、転がるんや。これでも楽しいわ。こちらにね、皆さん設計図が入ってますので。あ、設計図が入ってるんやってみた。設計図を見て、1番から順番に作ってください。はい。え、これ、はい、ワンちゃんなくす可能性あるの？そうそう、なくしたらダメだよ。ここの辺に置けばいい。あ、そうですよ。はい。これ、横に出る部分にはめたらいいかな。はめるっていうか、上に糊でつけるんですよ。こっちじゃなくて、こっち。反対です。はい。はい、わしの方。それから、ここの切り込みのところに突っ込んでください。はい。でもちょっと太すぎるの。こうやってここ、ここに置いて、ここに置いて、それでその子をここに置いてください。はい、どうぞ。このパーツをサインしてください。そうやね。ちょっと顎短くなっちゃったかな、どうしたら。もしかしたらくっついちゃう。ここにね、そこに、そすにね、そすにね、え、切り込みがあるところ、切り、ここはね、そうそう、二つある。糊をつけてから差し込んでくださいね。糊をつけてから差し込んで、はい、で、だからこういうこと、目の糊、あ、そうに、あ、で、お上手です。たくさんつけてるね。ほうれい線が、うん、マリオネットラインが入っちゃいました。信長さん、ここ、ここね。取れますよ。取れます？ちょっと私顔ちっちゃく切りすぎちゃったかも。全然いいですよ。はい。糊が少ない。どこがほうれい線が？え、ほうれい線が光った。ほうれい線、これ全然目立たないですよ。あ、これぐらいはもう全然ありですか？OK です。もう、あの、わしはしわっていうっていうぐらいだから、全然 OK ですよ。了解です。ありがとうございます。はい、ですよ。これ動物より信長とかさ、下の方が難しそう。この顔が、顔を張るところがちょっといきなり。できた。決めまして。かわいいよ。かわいい。今度、出し込んだ顔を張る。カントレツの耳ができた。ありがとうございます。招き猫の耳ができたね。ボンド結構つけんの。おしょ。結構仕掛け込めるよ。上手でしたよ。上手です皆さん。ありがとうございます。よっしゃ、顔できたわ。ここですね。はいはい。こういう風に。あ、よすぎた。でも、はい、剥がしても綺麗に剥がれる。あの和紙、この紙、そういう特殊な紙で、ね、ここで本当すごい。全部塗り塗時間が経ってなかったからね。全部塗って。あ、なるほどね。完全に固まったらアウトやけど。取ります。よし。職人やな。出付け？職人。無
だらん動きがない、さっきから。めっちゃ見られてたよ。OK、完璧や。完璧はいいですけど、こんな下の方でいいですか、お顔が。はい、決めにして。こうやっておくとね、ちょっと下になっちゃう。この子はね、真ん中に来るから。ああ、なるほどね。うん、あ、なるほど。だから今だったら取れるから。ちょっとあれか、悲しそうな。ちょっとなんか悲しそうな。ちょっと下向いて、白いみたいになっちゃうから。どんな風にしてもいいのよ。こういう子取れるの。あとはアレンジです、ね。お、可愛いじゃん。やばい、ちょっと待って、なんかここにあるの使って。これおかしくない？なんか少ないの。目ずれてる。いや、どれどれ。俺はいいかも。目が、ちょっと下こうなってる。右が上上がって下が下行ってる。左気にならないですね。そんなに気にならんよ。そう？しょ。ズボンにボンドめっちゃついた。洗濯したの取れる。一応柿のなんか白いのついたし。どう？オッケー。オッケー。なんとなくって感じ。なんとなくって感じ。これおすすめですね、この体験ね。そうですね、あの修学旅行でも来ていただけますよ。へえ、はい、そうなんや、はい、修学旅行で実るんや。はい、アレンジ終わった。こちらこちら。アレンジがうまくいかない。うまくいきましたよ、私は。これこんなシーンがいいじゃん。これ中心が見えないように、こっち硬いじゃん。ああ、なるほど、なるほど。すごっ、これ考えてる人天才やん。どれよ、これ、ウェットティッシュ。さっきから天才です。ウェットティッシュの話。ウェットティッシュの話です。地味、地味、地味。あ、これはどうですか。冷ややっこにできた。これかわいい。のり、のり貼った？貼ったよ。全身にのり貼った？こうやって貼ったよ、ほら。カブトの。あ、それでいいか。お、それ後ろリボンっぽくしたの、カンタ。帯になった。帯になった。すごいね。あの、これで思いつきました。大人本気、ようこさん。素晴らしい。見せて、見せて。もうそれはそこに展示しない感じじゃない？すごい、展示展示。めっちゃかっこいいじゃないですか。激褒め、激褒め。すごいすごい。やった。めっちゃすごい。ここ親子さん。あ、いや、ここ親子です。ここの発想もすごい。すごいね。帯になったもん。帯の帯。帯見せてください、カンタ。すごい。こっちで綺麗。これ、あー、いいね。これから発想したんで、すごい発想よ。ねえ、かわいいですよね。ワンハム家族、毎週金曜日配信中。はい、みんなが作った作品です。こちら、ようこさん。こちら、そうたさん。こちら、きっぺいさん。めっちゃかわいい。こちら、かんたさん。やばい、クオリティ。そしてこちら、私の作った信長です。イエーイ。イエーイ。どうやった、みんな。最高。楽しかった。楽しかった。よかった。楽しかった。イエーイ。このチャンネルでは、我が家の日常や子供たちとの自然体験の様子などをアップしています。子供が好きな方や、ちょっとのんびり、くすっと笑いたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て興味を持ってくださったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また質問や感想などコメントもお気軽にいただけるととっても嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。バイバーイ。最後。